上司のリッター 4K に現行の進捗を聞かれ、さっき脱社畜のボールドマーカー。おいおい、いけがねえ、現行まだやってよ。失礼、少し映像が乱れました。少しどころじゃねえだろ。まあ、真面目に導入するなら、今動画は傑作のスプラ3実況シリーズの総集編、それも旧シリーズにおいては最新の10本が対象の総集編です。ここら辺から投稿頻度が多起したよな。少数精鋭と言いなさい、少数精鋭と。良質なコンテンツを作らないと自分の名前に付加価値がかからんのです。というか最近我々名乗りすらしなくなったな。だって本質的に必要ないですから、メインスピーカーとツッコミ役が存在すれば実況動画なんて成立しますから、それが誰かって重要じゃないでしょう。じゃ、本編行きましょう。じゃあ、聞こえているかな？アルバイターのサルバドールだ、聞こえている。よろしい。君たちを乗せたヘリは間もなく、無手配高水路に到着する。降下地点は、君たちがいつもバトルに使っている付近だよ。君たちがすべきことは二つ。第一に、お頭鮭の出現は除いて3回、鮭の構成を食い止めてほしい。そのための派遣だからね。第二に、いつも通り筋肉らを指定したノルマ以上集めてほしいんだ。ビップランの度に思うのだが、なぜ酒どもの進行の撃退に筋肉らの収集が必須になる？構成をうまくさばいていてもノルマ未了の場合強制的に回収されるのは消せない。いい質問だね。簡単な話、出費への補填として必要なんだよ。君たちへの報酬、ヘリの燃料代、武器の整備費、そして装置へのエネルギー供給だ。装置？そんなものの存在は聞いたこともないぞ。これは企業秘密でね。君は腕のいい信頼できるアルバイターだ。優秀なアルバイターは君のように、ある程度この仕事に疑問を持つ。アルバイターは多いとはいえ、そうしたアルバイターが紹介を離れるのは他のアルバイターの退職も招く。だから聞かれるまでは今から話すことについて話さないが、聞かれたら素直に話すのが規定なんだ。以前、研修で特定の大物鮭を呼び寄せただろう。それが装置の機能か。おおむねそうだね。しかし、万能ってわけじゃない。研修の時は大物一式だから特定の大物を誘導できたけど。いつものバイトのように鮭を集める場合は指向性が下がると。その通りだよ。大分相手だと、どれほど鮭を集めるかの出力の調整しかできないんだ。そしてその出力こそ危険度そのものを指しているんだ。今回は245で運用しているよ。そして知っての通り最大値は333だ。などはとて高い。まあ、カクカクこむのはやべだろう。どちらなせよ、酒どもの訴訟を止める必要があることには変わらないしな。もちろんだとも、業務に移らせてもらおう。よろしい。準備ができ次第降下したまえ。コンテナも準備するからね。町を守るためだ。頑張ってくれたまえ。マツコンクソ民間軍事会社だよ。さて、仕事は仕事だ。モラルと金は区別して考えた方がいい。というのが私の脳内股関節で長すぎやねん、誰がやれっつった。というわけで第3回ビッグラン、人層の離脱がボーダーにもろに反映された第3回ビッグランです。夜勤に一時的に吸われてるだけだから。まあ、大概騒いでるおちゃんのモンスターからそうからすれば何やっても面白くないし、無論このゲームも面白くないんでしょうが、しかしのうちの縦長ステージ連弾に関しては彼らに同意せざるを得ませんし、ミステリーゾーン変えてもまあ結構的を射てますよね。でも設定上そごを切るからすぐ復活なんてできんよな。 DLC で EW に復活しないと辻褄合いませんからね。なかなかもどかしいものです。さて、沈黙臭い話はここまで。なんだこのコメントに困る編成。中途半端にクマちゃんいるせいでクソって言えないのくさ。ちなみに私はプロザップです。まあまだ使いやすい方ですね。そういや今回イクメンはいないのか。人の営利は孤独なものだ。人脈バツ。しかしその代わりに今回のビッグライン、左ステップに潤滑油を注入してメンテナンスはバッチリの状態で臨んでおります。まあ接点復活剤が最適だが、それでもいいんだよな。目の前に鍋豚さん前提が見えましたが、見なかったことにします。自分じゃない誰かがやるからよ。現実から逃げるな。真面目な話にガコン打ってもどっかで2体目戦した案件なので無視で。全員が全員コブナントかさんにると思うなよ。ところでこれは言いにくい玉拾い。満潮はもっぱらこの辺りをほとんどの玉拾いが通るから、奥で倒したいくらとかも封印してくれて助かったな。武器だけ干潮が来ないように祈るゲームでしたね今回。シャドーバースかな。シャドーバースは先行後攻の 50% だからまだ 66% が当たりの今回の方がマシ。でもガチャは満潮、通常強ガチャだけじゃないのがミスですがね。それこそ武器ガチャに肩ガチャ、満潮、霧ガチャ、ホラマイトに止まらない。でこの肩は無論アンパン可能なので、しっかりはマシオピのかけなさ。こういう時に取り出すのは二遊のやることで、三遊ゴミ山大将敗北者。短期的な失敗は長期的なので、見た場合の成功によって取り返せ。まだ明日の挽回をねえへん。ぶっかけんなよ、ツールアイ。大恥
を晒しましたが、いくらが53個集まったので問題ありません。お前の頭の方がよほど問題だしな。第2ウェーブ通常時を。武器はドライブワイパーか。銃の浄化場の下って感じですね。近接でも精密力が魅力ですが、近距離もそれなりには牽制できるのがずっと。それこそ今回はクマチャーが払いにくい柱をそれなりの距離から払えるからな。で、バカやってたら若干まずそうな気配。今回の通常時ではヘリが猛威を振るう。村3体目もキセケルベロスバスタンダー。ケルベロスって誰が一番最初に引き出したんですかね。あれはそんなにまずいと思ってないだろ。あ、これパーティータロットが元ネタですね。で、本格的に下ネタ運用され始めたのが2020年。もう3年前ですよ。時の流れは早いですね。ちなみに Wii は17年前のゲーム機だ。今の大学生これ聞いたらそっと落ちそう。ぶっちゃけ Wii U にデータ移行してまだ Wii のソフト遊んでますけどね。やり込みすぎて大概連想おかしいやつばっかですけど、今回グラフが画面に映ってないのおかしいだろ。特段話すことなかったいでカット。ゆっくり実況者は話題に困ったらカットできていいよな。ところで現実じゃカットなんかないわけですけど、会話困ったらどうしてるんすか。勘のいい猛獣は嫌いだよ。さて、あとはラストスパートの猛獣邪魔しそうなので落としましょう。起動せずとも警戒して乗れるの、なかなかローリスクでいいな。積極的に折りは池乗りつけてタントリスクヘッジしましょうね。折りは持ち乗りを生かす動詞として使うのやめろ。でもアイハブはハイグラウンドだから間違ってはないでしょ。サモライ的に確かに高台使えば短射程が爆弾処理できるけど。第2ウェーブは49個でした。第3ウェーブ満潮、初手は爆弾なのである程度は誘導します。武器はクマチャーです。第1第2とかなりいいペースできた。第3ウェーブでクマチャーか。なんというか持ってるな。でもぶっかけ片方は柱が大量達成しない限り何も騒ぐことがなくなるんですよね。そう考えるとあまり実用的に嬉しくない。柱が2本刺さったが、まあ他3人のシューターが片付けるな。片手まで投げも落としてまあ順調。今はくしゃべることがない。実況者のジレンマ。柱処理でザコと普通の大物の展開を許したので、後方のタワーだけメガホンで落とします。クマチャーいるとはいえ、ザコの大群爆弾コウモリ投げ豚さらに嫌な位置の柱、まともにやってや突破する前にタワーが暴れるわな。正直ビッグラインって上位5パー行くような収録使うと、まあそれなりの動きはしてるけど大したやらかしはないので、本当にゆっくり実況は厳しいんですよね。第1ウェーブのあの失態忘れた。今ない私の辞書に過去の2文字はないんだ。ついでに言うと現在問題もない。英語できなさそう。いやでもこれ実はちゃんとしたものの味方の一種。何の話。イルカボケ。とりあえず差し出されたケスに青函トンネルを通す。 53.9km。 役どころの差は見てねえな。ケスそのにはスタンだけさせてこかたよ。コンテナ前ヘビだ。まずいぞ。いや、あっちは多分しのぶる。私がこの方向を一人でしのぶ場に3人でさばけるはず。ダイバーを処理したが爆弾と雑魚が残る。年越えを消してこじゃけは任せて、あとは爆弾処理すればなんとか OK。 年貢の納め時だべ。ひどい悪夢を見ていた気がする。見せていたの間違いだろ。カット中にして吐いて番号は安定。この玉拾いは引きつけて引きつけて引きつけて。最初は何て渡してますか。やめろ、味方に油入れするな。まあ処理はできてるので文句は言えません。第1ウェーブのあれのせいで批判できないのか。いや君たち楽によしこの処理で捨て余らせたな。敵に使わなくともこの処理納品こなせてるのエッツ。これ今回も50個超えますね。おかしいよね。お前は頭がおかしいだけで残念だな。みんな傷の多いにしてるってことだな。ありがとう。タバレクソボケ説明し、このように迫害されることは自ら大脳を担ったで150個超え。これで上位 5% 達成か。ちなみにサバ納豆のサーバーの VC で140後半から150くらいって予想してましたが、ドンピシャでした。ソリザルトを適当な話でごまかすな。カモ落ちの時間だ。平均 GPS 約880で約束す。なお持続時間。クマチャーを使うコツですが、トリガー引いた瞬間に銃弾が出せるので照準時間をしっかり意識しましょう。しっかり当てるための照準時間が実質のチャージ時間と考えてください。一発がインスタンクの大体7分の1を持っていく。故に外した際のロスは小さくないから、気持ちしっかり狙うんだ。まあ2つの弱点はあんまり狙わなくても当たりますが、遠目の投げ出た当たりを狙うときはしっかり狙ってロスをなくしましょう。持ち続きに失敗して1個隠している最中に小手に群がられると、まあおだぶつですからね。リスク管理は大事なんだぜ。血のリックにマリサが毒吐いてないの珍しいですね。なんか食えました。引き直しにお前のモツでも食ってやろうか。とカニバリズムのリックにマリサかなりほど。なるほどじゃねえよ。何個目の玉か知らないですけども、また玉が弾けましたね。1間断分だ。考えを金の玉2個分の単位にするな。じゃあこの集中効果で一定を考えですか。体力ゲージ的には2間断で決着つきそうだな。とりあえずプーレスかけましょう。接点に届かないですけど、殴れるなら殴っとけ。インス切れたら砲弾使うで、インス回復しながら先回り。ビッグランボーナスねー。おまけ。
前からのこの陰キャ攻撃ってなんだよ。初血兵やめろ。しかし50カウント待望され3につけてきたらスパが動き始める。なんなら今40カウントで稼働率はどんどん上がってるな。さあ追い落下する。今からそっち行ってぶっ殺してやる。梅原が捕まえて、梅原が近づいて、マリー恥じまだ入る。梅原が、梅原が生きてた。もう動画終わってよくね。なわけあるか。しょうがないので実況継続します。現在の敵カウントは30ポイント。人権ポイントみたいに言うのやめろ。30ポイントにあらずんばラストにあらずって感じで最終形態 X ここにありで、ちょっと何言ってるかわかんない。というかちょっと引くの早くないか。エリア取ってると相手のスペが溜まるんで迎撃が。というか目の前のこれが答えじゃないしか。丸見たハンコジェットとかマジ切れしてますよ。相手蜂の巣をつついた用途はこのことか。しかしこっちも無策で引いたわけじゃないんだよな。相手が3枚もスペをつって息切れしたこのタイミングで雨降らしで反抗開始。さて次はこっちがスペで押しつぶす番だぞ。ハーフ一番持ちに前による人海戦術。第72枚と X の瞬間制圧能力から繰り出される面攻撃よ。これが優勢火力ドクトリンちゃんですか。なんもする前から花火の後ろにこそこそ隠れようと引き下げやがってくるな。質問の。さて燃料補給、燃料補給。これがあるだけで砲兵が高速で陣地転換する地獄が生まれる。まあまずは後ろからポイセン配布だが、考えうる限りでかなり邪悪な配布物。すいません、リス前ポイセン着払い返品不可です。何らかのテロ。家出た瞬間にマーキングされてガンガンが飛んできます。あと何もしなくても私のアシスト数が増えますが、一人生き残ってるぞ。いけませんねー。この敵は鉄砲鉄から葬ってくれよな。待ってこれ絶対当たらなくね。相勝てない勝負はしない。これ鉄則。逃げるし恥だしやったたず。戦略的撤退は恥でもなければ役にしか立たねえんだよな。逃げを打ってるこちら側の軍隊で恥とかポンポンペインペインだぜ。ははお前ドロー振ったことはあるか。流れるような逃げ恥へのなんて。相手がスペを切りながら前進した。そこに雨降らしを敷いておく。敵が進出したら退却せよ。敵が停止したら撹乱せよ。敵が停止したら攻撃せよ。敵が退却したら追撃せよ。そして出来上がったものがこちら。後半何もしてねえだろお前。はい完全勝利。あーストバンプ気持ちいい。これは MVP ですわ。マシマシよ。私は帰ってきた。初動じゃんけんの聖地だが、回収後は渋いんだったか。いや、最近は初動のトレンドが変わりまして。はいじゃんけんぽん。俺の勝ち。1年間何やってたんですか。この結果はじゃんけんに対する意識です。あなたの考えを受け取る本当しです。俺の勝ち。大変失礼いたしました。今後夜道に気をつけろよ。大幅カットしましたが攻守逆転してダレットなんで今エリア取れたの。有能な味方に対してお前今何もしてねえぞ。しかしこれは第2波が来る。カウンターの準備。側面に雨降らしをそっと引き、側面がお留守の鉄鋼衛を刈り取る。リッターはアシスト切る。クゼも仕留めた。鉄鋼衛壊滅か。ついでにバリアブルも引っかかったか。うんこれは勝った。リスバリを突破され再び攻守逆転したのがこちら。エリア取ってると相手のスペは勝手に溜まる。まあ使用的には必然の展開だな。まず正面のリザスが2高台にはもうたたんか。対空攻撃用へ。アクトンファイア迫撃砲で対空するバカおるな。次タイロナイバリアブル断食に。ここのリッターと多分下のワイトアカ。リッターは味方が処理。人数有利ですので落ち着いてインク回復からのキッチンテンドボスタッフ。大変ありがとうございました。一応リザルトはこちら。ところ変わってスネーシーのエリア。ちなみにこの時の頭はラストじゃなくて普通にメインインク効率でけどぶっちゃけラスト最終形態が強すぎてラストデイです。さすがに 1.0 で 7.2 分の働きは強すぎ。本当に最終盤の極限の戦いでの勝率全然違いますからね。ラストで今側面からドスいてますけどそろそろ気づいた敵きそう。洞察作用。おいバカやめろ。作用完了確定でこっち来る。本能作用。くっそ的確に回避してんの腹立つ。マップ照準なしで当たるのはさ。この後ちょっとカウント進めただけでまたエリア取られました。誠にいかん。お前はブドン。しかしおじさんはこのエリアガンかぶり雨降らしでしっかり打開しますよ。エリアガン濡れてきたかな。もしもしポリスメン。しかしやはりここからの攻撃では戦況は動かないと。じゃ原則面展開しましょうね。知っているか。多方面攻撃は基本の木。頭ほい4かよ。でもシューティングゲームで義務教育で危ないもの。ここは一旦緊急回ったか。飛びするとカバーに入った誰かがさっきの不届き者を始末してアシスト2が入ります。なお余裕なした。にしてもなんか押し切れないっすね。相手の方が無理強いからですかね。やっぱしかしおじさんはこのエリアガンかぶり雨降らしでしっかり打開しますよ。エリアちゃん濡れてきたかな。圧倒的時間。しかし今回は刺さった。味方クアッドの奮闘あって敵さん落ち。いいですね。積極的にヘイト吸引する上に大概相打ち以上にする前衛は強い。そしたらそこの島根を仕留めて大幅カウント消費しましょう。追い3発目を避けるにどこまか動くな。動くとあたらなんで今の着弾で死なないんだ。ゴールドと X の2丁持ちして。リッターにその2丁持ちされると詰むぞ。もう平成案件は NG。 X 君シールドは無理。また守れなかった。まあ90ダメ分投げてこれだからしゃあないか。目の前に取りねってる島根。今度は外すなよ。さすがにこれは当てるから突っ込んでろ。さあ残党はどこかな。かかってこい相手にな。そうやってさあ背後を取ってさあ誇りとか誤れとかないんか。お前からしたら上等手段だろ。中に目がついて中下に対応できない方が悪い。正面突破なんて野蛮な。ここはオイビンにバックスタブで。これ次のゴールド動画のサムネにするわ。なんなら今回のサムネもそんな感じにするか。図書館動画から数えて3毛作。エコすぎて SDGs も裸足で逃げ出すレベル。可能な動画制作のスペシャリストとは私のことよ。さて池では強いもののスプラではビーコン公平のサバのビーコンです。悪意あるだろその紹介。いやカレー系をマスター言ってるらしいので。ここコンシューマー環境のスプラがいかに特殊な環境かそれがよく現れてるなと。ちな
なみに私はキーマウ操作の FPS ほぼできません。逆に珍しいぞそれ。そろそろキーマウちゃんと FPS 用のもの揃えて始めようかなと思い始めて早1年です。永遠に FPS 始めない気がするぞそれ。まあ私はサイクロで角待ちを20分以上やった忍耐型なので、まあお前普通の FPS 本気で向いてないよ。まあ実際ゴーサンダーとかの方が得意ですからね。 FPS 参入するなら BS をやってみたいですね。当初クソゲーだったけど徐々に評価されて最後に2042がゴミすぎて評価逆転したやつか。でもあのゲームクソ名前似てる大御所様いるじゃないですか。探りになる歴史的記録やねんか。そろそろニックリサルダドールとかに解明した方がいいかもしれんな。それはそれでニックリつけてる時の座りがどうなのか。あと今さら解明するべきか。それは本当にそう。さて残り10秒でこれってまずくないか。エリア取られてて人数も別に有利じゃなくて捨ても溜まってない。五輪中です。アゲツ的に絡まれてアッパラパーですわ。こやカウントストップしてるけどエクスプがこれなんだからイリュージョンか。味方に土下座しろお前。これは登ってってるから一旦降りて逃げると見せかけて再び登る。すると無防備ながらの背中の出来上がりです。9割運だけのカスが。そしてここでエリアを横断するようにアネシラシ投入。こいつの意図は味方が奥に展開してるのでワンカン敵は側面からエリア塗りに来るかなと。実際大当たりで取る目を抑えて塗ればヘシをつけて絶対転空させて3回抜く。すげーなアネクラシ。敵は前線維持が不可能になったのであとは全滅戦です。可能な限り他方面から包囲して工事完了。これは完全勝利。その後何もなくカウントリードしたのでカット。圧倒的な KDC よ。ヘイト買ってくれた前衛に感謝しろ。やっぱここが一番かもれる。下道の感想やめろ。戦場を選ぶのは増量の遊戯の一つです。久々のタイトル要素回収。まず高台に違うこの尺間に戦。高台じゃんけんが不成立なら速やかに援護攻撃に縮小しましょう。これはナイスな味方ジムワイパー。むん、初期面から来たこれは助かる。なんだこのさ。ここで逃げたら薩摩隼人じゃなか。都合良い時だけ薩摩インストールすんな厄災。挨拶がバックスタブの私でも正面から打ち合いたいとくらいありますよ。放射兵から一方的範囲攻撃。これはそれ、これはこれ。ローラン君の口癖を怪我すな。とりあえず味方の合流まで耐えて雨降らしシートを芸場が。ジムワイパー君ナイスキル。出とろ開けろ糸してだ。今に初当たったような首枝手中を横手で使うんだろうからな。ピンチ狩りとバックスタブ特集キルだけ突き落としてやるよなお前。さて水面下がってさらに動きやすくなってまいりました。水面が下がるとご存知の通り高台かつ遮蔽物になる場所が増えますが、結果としてこれは攻撃陣地が増えることを意味します。さっきちょっとした影程度だった場所はこの通り X の射程を伸ばしながらも敵の弾は捨てる厄介な陣地へと変。今に初当たったような首枝できるを横手で使いに当たるからな。圧倒的騎士官。投射火力やはり投射火力は全てを解決する。全員今より上位の投射火力で瀕死になった。説得力丸。ここは人数が均衡するまで捨ても構成も抑える。多分そろそろ引き切ったので雨降らし展開。ステージ右側の射程外範囲の仮間に初当たったような首枝できるを横手で使いに当たるからな。若干緩急つけんな。次はセルビンカミコア。ただ火力支援の雨降らしが一人仕留めて。わおこれ勝つのか。生き残ったプライムがエリア塗って無事打開完了と。ここでしっかり打開完了したのはでかいごと。一人の陰茎くらいでかい。お前字幕に出さなかったら何言ってもいいと思ってる。そんなわけないじゃないですか。ハハハ。まあそれはそうとして何がポリコレだ何が SDGs だ何がついてみだ。そんなものは豚肉はゼロ上演技用なめんじゃない。クリーンがあまりにも長い。うんジェスとかどうしたもんかな。ここは相手のエリア潜伏。エリア塗られたら死ぬぞそこ。私は味方がエリアを塗らせないと信じている。チームメイトを信じて。あかんセルビンこしてったしね。こんなとこにいられるか。俺はリスポに帰らせてもらう。そこは帰れんところだろ。空気読め。やろう危うくです数が増えるところだったじゃねえか。落とし前の一つでもつけてやらねえと。なお人数振りマシマシ。エリアの X2 の打開は左ルートから。ここは非常に攻められにくい高台が連なっているので、ここから味方の支援攻撃したりヘイト買ったりスペタメたりで反撃に備えましょう。人数均衡したので雨降らしで打開開始。お前ここで下に落ちるのまずくないか。しかしここでイケメンジムワイパーの神カバー。本気でジムワイパーに頭上がらん。ジムのおかげで2つくらいで減ってるし、狙う敵が本当に的確なんだよな。よしここはジムの援護攻撃やりまジムワイパー。地獄みたいな声で転送。己安全圏から好き勝手しやがってぶち殺してやる。お願いよな。なんもする前から花火師の後ろにこそこそ隠れようとしくさりやがってくるな。確定演出やめろ。気づいたら相手回線落ちしてるやんけ。さすがに回線落ち相手は無謀のでカット。回線落ちさえなければ栄光 R1 ですだった。やべえ敵の構成が止まらん。カッパエビ戦くらい止まらん。お前カッパエビ戦何年食ってない。多分8年近く食ってねえ。余計なもんは食いたくないんすよ。タンパク質だタンパク質をよこせ。意図してることは分かったが糖質脂質もないと筋トレのエネルギー補給できんぞ。それよかめっちゃリッターが怖い。巧妙に車線隠してるけど私のこと始末したいのバレバレや。武装は問屋がおろすか。敵残り10カウントでエリアダッシュ。ラストの見せ場だな。雨降らしは生えてしまいましたが KO を止められたならよし。うむ、やはりリッターキソリッターだけじゃなくてお前もカカボン。本当に存在自体が許されねえ。あいつ頼むから消えてくれ。お前のようなものは生まれてすら来ないでくれ。というか気づいたけど前半と後半でテンション違いすぎて作り直さないかんやん。これ中途半端な仕事で仕事を増やすむのう。とにかくここは雨降らし溜めて相手ペナカン消費までに打開する。さてここはちょっとだけホール角度調節。いやこの調節でカローが回復したのでかすぎ。あと一人の陰茎くらいでかい。回復性女子でそれやめろ。しかし雨降らし使った以上やはりエリア付近の戦闘は守備よく運ぶ。そこのもみじ高台降りろ。無事立ちの風味方が切る。しっかりとエリアも塗り直してカウント進めますよっと。しかしいいことを思いついた。敵の左ルートからこっそり迫撃したら強く誰だお前は。2枚持ってかれた。まず味が過ぎる。ふざけんな。仕方がないのでそれこそ左ルート迫撃を始めよう。にしてもこの間にエリア陥落しなかったの最高になぞ。ラバ合戦やめろ。よし一番いいポジ取れた。ここなら嫌がらせがはかどる。なおのうちの嫌がらせ。まあ射程がある以上に有利なのはこっちです。打ち終わりに一撃。逃げたならセンサーは飛ばしておく。
こう。さらっと3枚近くにセンター入れたな。君はどこにいても常に場所が把握されてる。気分はどうだい？私は最高の気分だよ。結局ゲドー。あ、なんか一人わざわざ鉄人に戻って時間が過ぎる。やっぱセセアの武器だ。即エボ弱体化食らいまくってるのに。そもそものコンセプトが深い。なんで近距離近くにクエボついてんねんと。にしてもそこの高台まだ使えるのか。初動と左ルート打開を見せた後の終盤なら使えます。ただ中途半端なタイミングだとゴムは飛んでくるし、ターも狙ってくるので微妙。ほらナイスガム飛んできた。対あごめんかローラ君、復讐キルゴッサンです。マダンの車種なりの理不尽コーミングやめろ。そんで優秀な前衛がモリジシマッチで無理優勢で押し切りですね。ようやく動画完成した。1試合目手直ししてこい。というわけでご視聴ありがとうございました。だぜチャンネル登録もよろしく。そろそろ1000人到達したいからな。マシマシってろくに射精なくて、真正面から突っ込みたいけども動けなくて、いけなくて、いけなくて、厳しい毎日ですがお元気でしょうか。私ですか。私は今頭がファッキンホットなので清涼剤が欲しいですね。液体窒素でいいか。私の脳がスパコン並みという解釈でよろしい。いや液体窒素かけたら多分お前二度と発熱に悩むずに済むやん。は救済ではない。今回はゴールド界かつベス界です。最近あんまスプラやれてないんすけど、ベスはしっかりやったのでその映像です。おやおや敵前逃亡はメメでは。これはスペを貯めるためと敵を狩りやすい位置に誘い出すための前進です。さて準備完了。デュアルガです。みんなおでんスペのことに下しやがってよ。ブルショガのマリンサガのベッサガのみんなワイスペ持ってていいな。じゃあスペが足りるようでレバトル。俺がてめえら全員ぶっ殺したらよ。てめえらのそれうんこいかなー。ゲットー。子さんにしかわからない夢バトルリターンズやめろ。変換境というかスプラ全体においてわしらゴールドは異物じゃ。異物が生き残るには抗い続ければならん。DM タイプチェットし続けよ。いつものことだけど脳みそ使ってくれんか。あー確かにそれは一理ありますね。いやこの武器の脳みそさえ使えばリッターダノの環境トップに危険できるのか。どうせねえから諦めてチェットしろ言ってんの。うんせしがらい。正直鉄がらせんかつてカチカチしてるインクで、鉄からの視認性がやや下がってるのだけが救いです。あと今回敵が全体的に浮き足立ってると言いますか。まあゴールド以外詰めれば勝てるメンツだからな。こっち特にリスポン前なんだからです。覚悟で前に出てくるのは当然だろ。まあそこが私にとった一番のメイン敵だね。ここも確実に味方の兵取りよう。勝ちが今のうちに多分11。おかしいな。まだ試合半分だぜ。はははかったな。風呂入ってくるわ。俺ちゃんにこの試合誰もかなわない。 Don't be too sure of yourself。ふざけやがってよー。人がせっかくいい気分で敵陣荒らしてんのによー。悪いしはよ。いやその理屈はおかしい。しかしファウストゆっくりマリサは天才なので、おさらっとほぼやってないゲームのネタ使うな。お疲れのコバルトさんに特別な石を授けましょう。ダイヤモンドかなルビーかなサファイアかな。秒間欠席。噛み締めたまえ。あーダメだ衝撃で頭ミスキーになってしまった。頭ミスキーってなんだよ。殺してやる殺してやるぞ東くらいぞ。いえそれは葛飾国際です。お前多めの言をするなと今の空間切断ハンコに突っ込め。くらいポマレだったもの。あーやはりポマレも角ゴムも失ったうんこでは無理か。当たったハンコだけアイスラッガー呼ばわりして外したら全部うんこ扱いやめろ。当然だろ当たらんハンコはただのうんこだよ。ポマレはなめろう金属で決めました。実際あのステージのせいで単射程のポマレの気並みないのマジだから困る。よって単射程に残されたのは2択。ジェストと闇落ちさえらで悪魔はクロードとかよ地獄の2択やめろ。合戦属理の書き合い緑などあらんと。というかそもそもこれとかあれとかそれとかに比べは大したことやってないだろ。最後のはどちらかといえばステージが悪いからって話変わるんすけど、君たちはどう生きるか最近話題じゃないですか。今のは大転換くらい尻滅裂なあれな。怒らないでくださいね。そもそも漫画版の時点で生き方のパッケージ化による商用化ってバカみたいじゃないですか。火花散らすなやめろ危ない。おらっとさカチャーいいんだよカチャー。またこれか。縄張り事故ベストット。これどうせコメ欄で俺なんキルウェイキッズ枠やすまん悪かった。今回は3人のゆっくり実況様方とフルパを組んでます。1人目サバナット。今回緊張説明不要終わり。これはひどい。2人目箱入りスライムさん。ゴムを投げるキルをするステを使う。この際の独自の演出が特徴的な方ですね。なんだ変な効果音でも使ってるのか。いや霊夢やら妖夢やらかなり可愛らしくデフォルメされた高校キャラがそれらをお知らせしてくれる感じです。あとサムネが特徴的。スターターベルトランジェリーマンとかやめんか。ラストアルトさん何本か拝見しましたが面白いのになぜか最近動画投稿してない方。ショートは投稿してるぜ。全員分の URL はコメント欄概要欄に載せておきますってさ。なんなんこのトーピード編成。14枚じゃなくてよかったな。まあそれはそうかもしれませんね。はっはっは。
スピード投げれねえ体にしてやるからな。うん、これは小物。ここは鮮やかに身を翻して空中で3個発動。二人は持っていきたいところけど散るように逃げられたから。うむ、ジリヒー。時間でさらば己らすでの山の友です。負けるからこそ勝つが際立つ。さらっとゼシルエンシー用意させんな。自陣の塗りはサバの丸見作用に残して広場でハンコチャージ。流星なら自陣塗り鉄砲でいいや。追撃、敵陣に刺さったサバのビーコンにて前線復帰しているか。剣の必勝法は最初のグーで右ストレートだ。右ストレートでぶっ飛ばす。まっすぐ行ってぶっ飛ばす。右ストレートでぶっ飛ばす。まっすぐ行ってぶっ飛ばす。前線残り一人。広場行く振りだけして敵陣への撤退させて大論撃あいつらさ。ストレートでぶっ飛ばすはどうした。ストレートを置いただけですけど、あの後バッチゲーにすらならない棒にしかましたのでカット。やりっちがせこい。ってなんだこのトーピードの量。脳器持ってるアルトさんに全てのトーピードが投げられていたとのこと。ははい、ご身分だな君たち。別にアルトさんが人間対空砲やるしかなくなるくらいだから私はノーダメですが、シンプルに人間性がゴミクズだが、私は初めにこう言った。二度とトーピード投げれねえ体にしてやるからな。まさかの伏線回収。まず敵インク塗りつぶしてハンコため。サバのミサイルに完全に合わせてハンコ。相手はなくすべなく陣形を崩して死ぬ。よくさ従来変爆破しようぜ。お前だけ落下落ちな。来変爆破は両方落ちるから来変爆破なんだぞ。よくわかんなかったら来変爆破で検索だ。ラテリスキル手前の状況から目を背けるために後ろ塗るか。現実から逃げるな。ウーム100リアル。叩くときは大手大手目まで叩かねばダメぜ。叩いたら叩いて潰せ血を問われた。親父殿も叔父上殿ももう一人の叔父上ももう一人の叔父上も、おじい様もひいじい様も言うておった。気まずぽよっさやめろ。あの後はただの殲滅戦だったのでカット。いやーまた十分に暴れた。さて、まあここ映すならそれしかないわな。まあそうですね。いざ尋常に初動はどうする。ハンコ貯めて偵察兼ねて突っ込む。相手が強けりゃ動き方を工夫しなきゃいけないですからね。今回のこっちの編成はボールドドラデコプライムザップ。相手は脳器は色でこける銀若葉か。相手の脳器を抑えられるかがポイントだな。まあそれはドラデコプライムがやるでしょ。知らんけど、なんで人ごとなんだよ。だってこの武器射程がなくて世間の評価的に脳器全体に勝てるわけなんかなくて、不をわきまえた方がよ。あ、こんなところに潰してくださいと言わんばかりの背中だ。この2枚はさほど脅威じゃないとなるほどな。ケルビンが多分近くにいるが無視。敵陣エゴー。ここは脳器を奇襲で買っておく。これは追いつくか。脳器と交換ならまあ、しかし無策で突っ込んだわけじゃなくて、これによってサバがビーコンを生やす。そこから第2ラウンドって寸法よ。おそらくケルビンが中央で暴れてるが、ここでケルビンと敵後方遮断ツアー片付くでしょ。うち、相打ちご苦労。さてさっさと敵陣ゲルン待ってね。この位置関係でタイローラー無理じゃないですか。100倍マッチなのでセコセコ自陣塗ってました。戦況をどうぞ。私が不在だった間はおよそ僕だったものの、一度ライン上げられると脳器ケルビンの剣陣を崩しがたく徐々に劣勢になり、一応この頃ですね。はっはっは。笑っとる場合ちゃうでくどう。うん、右上のスペミマン君は打開においてその役にすら立たねえ。クソミマンだし、かといって待ち伏せても相手フルタな感じがする連携だから短期特攻とかしなさそうだし。あ、左でイナスタ出してくれましたが、この時マジで考え込んでたので気づいてません。あ、こかな。さて残り1分ピンチマーク点灯。どうしたもんか。とりあえずカーリング流してワイちゃん突っ込む。クイズ感でチャオに押し込めさばいつの間に後ろ向け。お前一人だけ MGS やっててくさ。この一撃でひっくり返せば全部チャラよ。とりあえず塗りできるんで片手まで敵陣を押しつつ確実に鉄鋼砲に食らいつきます。ベストなのが一番最初に脳器消すことですね。そううまくいくかね。大将首だ。大将首だろうお前。首を置いてけ。なあ大将首だろうお前。何や今のやい。鉄条網をも物川と踊り越えたり映像に立て止めろの。ワイパー。みなわが個性の働きぞ。日本陸軍栄翔すな。あれおかしいな。ピンチマークの画像左右反転しちゃったね。試合展開がバハメンコ。バハメンコは4連続くらい年コ続くから年コなんだよ。バハメンコに謝れ。謝罪大将おかしいだろ。初期のシャドバは良かった。絶妙にカードゲームしてないとはカードのドッキ合いで良かった。シャドバ老人会いらんねんて。ここはありがたくエナドリいただいて起動防御ですかね。私が相手と同じ状況ならこの局面間違いなくリス右手から回り込む。つまり我々から見て左サイドから来るってことか。で2枚コンビーかきゅんて進みやかに割り割れ瞬間3個溜まってやちがったのにな。そもそもそのグレバどこからひねり出したんだよ。まあさすがに敵陣に後も残したし逃げ切りだな。意外と圧勝。まあマーブルこそしてるが敵陣一歩手前まで押せてるからな。塗り切るトップ文句ねえな。おまけ環境最下層のアビスに石の裏の団子虫みてえにへばりつくクソザコ武器の初動は早い。今クーラの怨念ひどすぎだろ。おまけ言ってやる。お前らがこんなに呪いんならわざわざいろんな仕掛けを用意する必要なかった。足を怪我してる亀より押せえぞ。おいで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 だくお前ら押せえぞ。お前は逃げ足早すぎるんだよ。これは天心物はいいようだな。さて第2ラウンドと行こうか。って話変わるんすけど、今回のバニラ派の色良くないっすか。明るめのミルクベージュの髪色で敵ですよこれ。お前の趣味は知らねえよ。オーケー、もう死人を数えるのはやめよう。おまけナイスダム叩き割ってやりたかったが間に合わんか。素早く身を翻して回り込んで側面から確実に一発。もう一人ここだったらどうせ高精殺使ってくるだろう。ここ俺のドローな。で十数秒後敵が立ちしてくる頃か。ここでやり合ってもカバーないんで引きます。お前カバーとか要するタイプか。なっていいんすけど、味方が近くにいると
そっちに敵は集中してくれるんで、なるべく味方が近い環境で交戦したところ、目の上のコブの除去完了。スパヒュー、マジで勝てんときは勝てんよな。シナモンマネーバーは大概全部そうですよ。勝てないときはとことんスライドにエイム合わんので、これアスクとか、ナイスカバー。そしたら敵陣、砲塔機だけして機動防御すかね。敵陣ゲリラとか敵陣前待ち伏せとかせんのか。この状況で後ろ抜けられたら台無しっすよ。ほらえ、さあ。足を怪我してる亀より遅えぞ。オールドからスヤ全部遅いでしょうね。残り一人、おとなしくリスポに返してくれ。お前ら遅えぞ。2月27日、バージョン 4.10 が配信され、スプラトゥーンさんは数多くの変更理由に生まれ変わったかのように見えた。見えただけか。生まれ変わりはした。だが蓋を開けてみれば不思議貴重。こんなことを誰が望んだ？これが大概のスプラプレイヤーの感想のはずである。が、私のようなボールドマーカーを使い続ける人間の感想はまた異なるはずだ。これを見てほしい。今回のメイン修正の一部とその意図か。シューターに怒涛の調整が入っている。その上、使用率の高い武器と近い性能を持つ他の武器を強化してうんぬん。まあわかる。シートザップ、これはシャーカーとの競合ゆえだろう。モデラーもまあシューターの中では不遇な方だ。わかる。プライムも疑似格がないんだから多少強化していいだろう。なぜここまで来てゴールドの強化がない？もう強化するとこないんでしょ。嫌なゲストったり、今少し前強化入れた。極めて何かゲッチャに対する侮辱を感じます。ジャネントさん立ち切れでっか。職員よ、ここが我らの帰るべき場所だ。5年無逃亡事件前でプラハ総外放出事件するぞ。プラハ総外放出事件知ってるか？で、個人には歴史上権力者を窓から氷捨てる伝統があるんだよ。その伝統芸やった後半分以上戦争起きてるぞ。この伝統芸の何がヤバいかって、最後の総外投機が1948年とかよ。最近なんすよ。これでまた一つ賢くなったな君たち。その役にも立たんがその知識。さてスプラミに帰ってきましたが、武器はボールドマーカー7。こいつこそがボールドマーカーで。いや、こいつらはなんだ。燃えないゴミ、クソゲーごと窓の外かゴミ箱に捨てろ。任天堂オンラインの月額が破格すぎて本気で調整する気にならんのはわかる。それはわかるにしても、なぜここまでひどくなる？ワンチャンスプラム印の復旧に人員取られてたせ。それそうつなの。私の願望。まあ正直私もそうであってほしいと思うよ。きっと秋には良くなる。すなわち今はクソなので、レッツバカンス。そんなお前にもっといい処置があるぞ。そろそろシカゴに帰れお前。すいません、忙しいんで忘れてました。ぼちぼちやります。好みのステージはやはり個性があっていいですね。さっきからのバックスタグの説明はなしですか？いやだからにはステージ的にバックスタグやりやすい。スラッガーごめん。切り捨て5年間隔でおいスラッガーするな。そんでは、ステージ構造の話っすね。なんてほとんどテトリスのZブロックみたいな構造ばっかじゃねえか。ふざけんな。ナメローもナンプラーも二の花も間違いもタラポートも全部これじゃねえか。挙句の果てにそこにある遮蔽も高低差も単遮蔽に有効なものが少なすぎる。あとウラドリウントまでないも控えめに言って、何もかもが意味不明。ここまでずっと言わないでいましたけど、さんは普通にスプラプーンとして破綻してます。結局特徴がないんだよな。固有のギミックとかもないし、それに対してこの闇討ちの刺さる技術語や、そこでのナメローも見習ってほしいですね。正直さ、2までのクソクソ言われてたステージって、まずどれも個性はあったし、一定数好きなプレイヤーもいたわけじゃん。タチウオなんかまさにそうですね。じゃあ有利とはいえ、ナメローに比較すやだいぶマシですし、そもそも無印のラストフェスに選出される程度には海外での人気は厚かったですから。それに私もタチウオそんな嫌いじゃなかったです。闇討ち5年、これですよこれ。この味は3じゃ想像出せません。3において潜伏刺さる機会で起源したからな。なんで6年前のゲームの方が面白いんだか。あれこれ DF シリーズで見た流れだな。さすがに DF2042 と比較するのは失礼。さてここまで全く敵ゴールドと接敵しないってくわ。おじじんが不正不清潔ですね。ちょっと待って、今の字幕何？不清潔で普通に入れてスペースワンポチでこれが出たんだよ。文句あるか。 IME 君ご乱心やんけ。自陣に戻ると敵インクが大量に散乱していた。我々調査隊はこの謎は爆撃アマゾンの奥地へと向かった。向かうな、自陣防衛しろ。ひとときもの発見、止まらないとお前のゴールドのマズル取るぞ。それにシャーカーのマズルつけた方が強そう。あの程度連射力射程で一撃38とか環境壊れる。おい逃げるな、首置いてけ、キルスー置いてけ、取れ高置いてけ。妖怪首置いてけ、やめろ。おでかも潰す、いっぱい潰す、どうか盛り上がる。ガチの妖怪になるな。あー困ります、お客様先に死なれては困ります。人生で二度と聞かないセリフ来たな。別に寝言集でググればコントルコ暗示に高い文書は大量に出土しますけどね。このご時世というか、寝言だけでゆっくり茶番作ればジェネリックゴーゴボヤン。革命的機構が確実にグローベル賞。まあグローベル賞なら名誉でしょ。一番まずいのがこれで落城した気満十に殺されてダーウィン賞。この国とあらば望んでない、やめろ。さて味方の制圧力は高いので、前は味方に任せて自陣塗りします。普通にガロンと釘は塗りも強いしな。ところでこの自陣聖地の絵面いりますか？いらない。よしカットだ。その判断だけ早いよなお前。塗り切るトップ縄張り弁慶とはこのことか。なんと言ったらやっぱ生活法だろ。そんなことないし、急にどうした？雲一つない綺麗な地面ですね。なあ今私壊れたアレクサと会話してる。まず切る腕のナムル。ダイリグ、ダイリグ、バタフライで一番と。お前さては寝言だけで喋ってんな。
最後のは泥酔した兄貴の言動。お前の家全員頭の病院かかれ。はぁ、私まで狂人扱いですか。むしろお前が筆頭だ。大学という就職に向けた大切な時節によくもこんなふざけた時間の浪費ができるな。自粛で刺すな、やめろ。お前その刺し方は私以外にも刺さるんだよ、やめろ。大学生のみんなあと何年で就職かな。にはラブ少ないから結構ハンコの防御が信頼できるんですよね。あれってラブの問題なのか。何のロビー内でダニーに対してハンコ突進するとわかりますよ。オフライン環境においては突進し始めればほとんど絶壁だと確認できるはずです。あとマンタマリアとかいう洋作品に存在するステージ遊んで思いましたが、には影の描画がしっかりして全国地位ですね。3でも影の描画自体はなされてるんだが、こう期間線日向が明るすぎて不自然なんだよな。にはその点柔らかな太陽光で照らされてる雰囲気がある。どうにもわかりにくい違いなんですが、右上に比較映像を用意しました。光の反射や陰影の描写、そうしたものはなされているのですが、どこかやはり相違が感じられる。なんか時間帯が違うかのような光の質感だよな。3は真っ昼間で、2は夕方に近い昼下がり。もしかしたらこの穏やかな陽光の頃より写実的だと感じるのは、我々の営んできた生活に家かもしれませんね。それは一体どういうことだ。小中高での学校生活を思い出してください。そうした一連の学校生活において、真っ昼間は基本的に教室に詰め込まれていたはずです。そして日が傾き始めた昼下がりや夕方に友人と絶えない会話をしながら英字に聞く。明らかに校舎の方が心の記憶で、潜在的潜在的に関わらず記憶に残りやすいはずです。すまん、後ろでイカの認知作ってるせいで話入ってこん。そやカットしたところも含めると結構暴れてくれましたからね。落とし前の一つや二つつけねえと。その理論で言うと次に落とし前をつけさせられるのはお前じゃ。そんなことは僕も承知なので待ち伏せ。このクロスレンジで戦う限りはかなり勝率は高いはず。15やはり15は強い。ゴールドじゃなかったら多分今の相打ちですらないですよ。けどまあ後続が続いて見どころなく優勢のままなんですけどね。まあなんだ、2のステージが多少手入れはされるにしても3に復刻されるのは、2のプレイ映像見てると縦長ステージ追加よりよっぽどマシだと思えるな。まあそれ以上にセブンについてるカドボムが万能なせいですけどね。完全にセブン復刻待ちじゃねえか。言うてチャンスもハンコ持ちのカーも熱望してるはずですしね。言わずもがな逃げ切り、いざ凱旋。ゴンズイリッター2枚ですけど大丈夫ですか。まあゴンズイなら下は射程割とありますし、的確にアンブッシュで枚数減らして前線上げれば勝ちですよ。敵でアンブッシュ仕掛けられるの寿司くらいなんだけど。まずい、ここには帰ってくるべきじゃなかった。味方編成的にもまず無理なのっさ。まあ待て、まだ終わったわけじゃない。逆に考えるんだ、一度でも突破すれば勝ちだと。ここで味方でコイチらしい。ここしかない、このタイミングしか勝ち筋がない。やるんだ今ここで。勝負は今ここで決める。あの勝てそうですか。この編成このステージで勝てるとでも。普通にハーフラインから前線上がらずに残り、どういうことだ、どういうことだ。許すもじ、決まったあるとはいえさすがにそれ通らんだろう。ローゼーカリー通ったら勝ちなんだよ。当社火力がなんだ、最強射程がどうした、そんなもん近づけば関係ないって俺たちも戦闘が余裕で証明してんだよ。お前らの本気はただ発信力戦闘力が射程過ぎたことが、お前ら明日からロールドに出し向けてめるんじゃねえぞ。マジで一撃で戦局返されるとコメントに困るんだが、あと残り10秒これで完封する。前の段差から降りるか近づいたら全部潰す。3一名様の案内、二度とこんなクソゲーやりたくねえ。圧勝でくさ。おまけ草やって例のデッドブロック構造の中だと一番マシですよね。まあ動きやすい方では断じてないが、まだ起伏が仕事してるからな。それにまあ両サイドもそれなりにマシな機能をする。ここでアイスラッサー、いいと。残り一人、素早く後方に回り、それに気づいた相手の周りをさらに旋回し、ガンダ戦に持ち込んでゴリ押し、という気づいた。今回はこんなところで。ご視聴、ありがとうございました。今回までの一日のあらすじ、全然大入門のコーナーおっぱじめんなやめろ。文系大学生というニート予備軍が活休暇にもこだわらずなぜ投稿が活中になったのか。夜道に気をつけろ。それには現実の都合もそれなりにあるが、編集していた収録データにも一因がある。まず中の人は後ろに流れている霧の中の戦いを動画化しようとしたが、不良在庫の多さと旬の過ぎが原因でこれを再生。もう一回お乗り込み。続いて再現プロトルを動画化しようとして事実4分ほど制作した。だがその制作中に錬金や氷が重なり、部位には熊ペスを迎えてしまう。これには中の人も発狂寸前。もう発狂してるだろこれ。ということはなく、自らの一挙手一投足をことごとく封じられる近況に虚無感を覚え始めていた。ドストエフスキーは死の家の記録の中で究極の拷問について語っている。半日かけて穴を掘り、半日かけてその穴を埋めるという強制労働である。つまりは何らかの作業を行わせた後に、その作業の成果を自ら無に返させる。まさにこの浅はかな男が自ら行っていた所業である。そしてこの末にこの男はこう考えた。別に何しても関係なくね。統一した動画コンセプトってそんな重要か。動画コンセプトの統一ってサムネのための手段であって目的じゃなくね。どうせそこら作るやん、全部やればええやん。どうも皆さんこんにちは。今回もボールドマーカー使っていきます。今回は霧の中の戦いです。単射程も活躍できます。初動は素早くハンコ配達速溜まりましたでは、鉄鋼砲と前線を遮断しながら浸透していきます。さあワンサイドゲームの始まりだぜ。メガホンちょっと怖いけど、踊ってない夜も知らないし、霧の中の戦いも知らない。簡単なこともわからないわ。私ってなんだっけ。男性に何が起
しているのか。いやあれこそ好ましくない体験ですよ。カレーがなくてうんこ味のカレーを仕方なく食ったらうんこ味のうんこでしたね。エッセントリック比喩表現。しかしこれは間違いなくカレー味のカレーですよ。インド人外のカレーってやつです。普通に環境もクソもねえって。しかしまあこの再現本当に都合がいい。飛んだところを狙い撃ちされるんじゃ。正直普通のマッチではしない挙動の低下、適応して撃ち抜いてくる長物持ちは稀でしたね。しかもジャンプ力に大丈夫なので普通通れないルートから奇襲が通ります。少し実例をば。さあ私が今どこに来てるのかと申しますと、ここ金目鯛美術館に来ております。大助あれを見てみろ。私は大助で、大助の目の前で展開される長射程環境への答え。そうさ大助、世界で一番盛り上がる祭りはハイジャンプバトルこと戦士破壊大怪獣バトルだ。長射程への懲罰マッチだろこれ。ところ変わって再びナンプラー遺跡。言うてここも自陣左の聖地の存在意味が不明のやや。そしてですがナメロンという神の巨悪に比べればまるで無害なので我慢します。あれいる。絶対にいらん。あれのせいでリスターが無根拠な存在ステージなんのも含めていらん。別に長射程は長射程で必要なんですよ。神の敵はステージ構造がそこから目をそらすない。加点ナメロン消せたらボート消せボンズ消せ。これが短射程ユーザーの短足というか思ったんですけど、リスキルってどこからがリスキルなんですかね。さっき普通にリス前での乱戦になってましたけど、リス前と前線が近いここナンプラーでリスキルがどうと言われると面倒なんですが、というかまたステージ構造の話じゃねえか。ふざけんな。もしかして3のイカ剣ステージ作るの下手。割と真剣に3の武器たちでも無印のステージに持ち込めば絶対面白いですよ。3のステージは無個性って前にも話しましたけど、逆に無印は全部足したようですからね。南国での読み合いや独特な高低差の潮の目とかな。なんつうかボルネオデボミみたいな無印リスペクトするくらいならもっとステージ復刻しろ。帝王以下への渇望がすごい。割と真面目にポイント帝王で出された方がややマシだったと思いますよ。だってビーコン生やすならスパッタリーでええやんけ。若手容赦のない正論が3ボルネオを襲う。情がつくほどグダグダだったのでカット。ハイジャンプだとサブギアが脳幹になるのでストジェンがだるいですね。これほんと謎だよな。霧の中の戦いとかでも普通にサブギア使えたのにな。多分ですけどこの環境下で悪境ガンズにするとヤバいことになるんでしょうね。超高速で天高くイカロールするスパッタリー。手つけられんわそやサブチバリアルは。今更ですけどルールはガチヤグラでハイジャンプじゃなかったら絶対やらん。別に上手い人はヤグラでもゴールド使えると。それはそれ、これはこれ、それに使えるとは言うけどゴールドでガチ守るのしんどいんすよ。ほんとすごい。ちょい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 絶対に通すな。およそホイオンプレイヤーにしかわからないあれ。そして構造上不可避のリスマイランと打ったたき。ノーマルミサの暴力。イカスポーンって何を落としてたんすかね結局。方位全滅しながら言われるとなかなか説得力あるな。低い高台降りろっと。これ完璧。そしてノックアウト。まあこんな感じで短射程が鬱憤を晴らすイベマですね。ルーム圧倒的 KD 比。ゴールドにしては、な。別府下克上。下克上する相手どこ。ボラス戦もブラスターも対ゴールド強いやん。ゴールドが弱いだけだ。ゆっくりマリサを頼む。そこらのゆっくり解説用じゃないのうな。また交換か。周期が短くなってきてるとエストピアゆっくり実況やめて。はいわしの手柄。これもわしの手柄。わしの手柄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 ボットやめろ。手動なのでボットじゃないです。今時ツイッターの解約のせいで大概ボットは手動やぞ。だからお前はボット。外来ごときが人間様をボット呼ばわりとは何だったま。ここは混乱に乗じて素早く敵陣近くに切り込む。振り返らずにライジンステップ踏んで中央への通路へ。二人連れてたな。平等としちゃ上場か。そして鮮やかに中央へ行くわけねえだろばーか。背後からハンコの音したら混乱するに決まってるだろう。それにスピナーとかいうけしからん連中もいねえからよ。まずかられねえんだよな。かられんのはいいからはよハンコ当てて。とはいえ名取り入ったすばしっこい連中相手にハンコはしんどい。ここはとっかっとこの人銃撃ですけど。ここのヤブラ止まりなさい。止まらないと撃つ。闇撃ちするぞの間違い。ダメー花火だな。ここで素早くハイカローグかまして中央無人に動きのありながら刺す。敵さん落ち。またなだれ込めそうか。断然こそゴールドの本能。ヘイト要因もすでに敵陣入りがか入ってるから失敗していくぜ。この対面まずいのでは。ここで新弾のハンコに投じ味方のヤブラの弓によるボーナスとボールドの塗りが合わさるとわずか30秒でハンコが回転する。言うてハンコである。しかし今回のマッチに限っては射程の都合上最強に近い。加えてハイジャンプによるこの敵陣投破能力。正直イカローグとジャンプが常にこれはヤバいけどイカ登りはずっとあれでいいと思いました。環境激変するぞそれ。でもいいじゃないですか。新ステージの片方ほぼナメロンのアポプタスクですから。あんなかなりバッカで射程しかしかのステージまだ追加するの気にしてますよ。そしてこれは別の試合。場面転換の速度おかしいだろ。諸事情により現実が多忙を極めたので巻いていきます。はい。そして先ほどのセリフを入力してから現実世界では3日が経過しました。そしてクマフェスも行われ、必要何を動画化したらいいかわからない次第であります。もう何もしない方が良いのでは。韓国でさらに2日ほど経過しています。正直この動画作るのは始めたいですけど。実況者向いてないよお前。あともうしばらく無双してるんでそこ終わったら別の動画持ってきますね。これがメディアのやり口ですよ皆さん。さてヤブラはゴール寸前、相手は盲目的に突撃するほかない。つまりヤブラの乗った背中を貪れるって寸法だぜ。はい一撃、次にとどめの2撃目。これでノックアウトですね。対戦ありがとうございました。ヤブラ要因全滅してますよ。動画禁止にしてはしていいんですか。お前のミスで試合長引いてるって言ってんの。おいそこのシクルーアから降りろ。何人かわか
からないけど、ラッシュにさらせ。まあ結果的に第2波まで繋いだか。そしたら飛んできた味方に油任せて前にゴー、ビスバリだという批判は相掛けにどうぞ。イカスポーンの必要性マジで謎だよなこれ。じゃあ新しいものを作るのは難しいってことで、というわけでタイヤに雑用併用でもするか。あまりにもシームレスな疾病。さて今回の仲間たちは野良ながら調子いい時にきっちり60台の納品ができる精鋭ドロー。つまり私は前線に出る必要がない。おまれはどこだ。おまれならクマストリンガーと一緒に巨大ゴミに出した。さてさて次の大物は鉄板2枚目。なんだ動き筋肉だか。こいつは違うぞ。勝手に納品されに来る筋肉だ。出ねえな。というかいつの間にか2枚に増えておらる。鉄板解体少女だ。チェンソーで魚さばくな。チェンソーで思い出したけど、ようやくチェンソーマンに盛り上がってきましたね。チェンソーマン協会バチバチの陰謀論集団なの笑ったよね。アメリカの開発した紫外線化学兵器で大人の思考能力が落ちてるから、学生運営のチェンソーマン協会が正しいとかいう大暴論な。これ考えたタクシーの正気を疑う。目の前の方かとかいう獣の品性も疑う。不意な着物の位置を投げよと教わらなかったのか。あの世界だと1万4000年前の個人のセリフでしかないぞそれ。右サイドは私一人で大物3体か。よかこの程度ならもう満体よ。まずこのシャケバイクリーカー爆破。ヒーローの登場時は爆発と決まっているのでね。爆発の中から出てくるのはヴィランだと思うんすよ。やだ、ヒーローだね。エイデンさんもそんなもんだし。エイデンさんはエイデンの中から出てくると思うんすよ。名前したら怖くそうの死体満載の事件群バテだけどな。調査してる分には空海だけど、やっぱあれやべえよな。まあ最高映像は昔の動画にあるので、このラインでも入れておくとして、片とこれで何匹目だよ。右サイドだけでも3匹目。親子の浴衣さんは、せっかくにゴムゴムして、あのわずかな時間でせっかくにワンパン。素晴らしいな。こうなってくると私はもっとポカ当たるべき。お前なんなんだよ。いやそれにしても右側だけでも片方の痛いとかふざけてるだろ真剣に。そろそろ追加の大物は止まるが、いやこの鉄板まだ生きてたのか。しかしまあ味方の増援も間に合って、これで解決、これで解決ですね。ダイナミックモラルハザード越し。おいそこの理想のウィングリを入れて、しっかりと盗人をとがめていく。処刑してんだとこっちが強盗。割と真面目に片子社会処刑に対する肯定理がバババなのどうにかならんのしかね。そもそも味方子社会って法とかあるのか。処刑に関しては特別な許可なく接触することを法律で禁じられている旨はありますよ。だってそりゃそうでしょ。味方このテクノロジーは人間と同等かそれ以上。そういう高度な技術発展にはそのための相手した社会基盤が必須というか、そもそもオルタナ内部で人間の使命を強く受け続けたイカタ固定の一生がこのイカちゃんたちのとですから、そりゃ人間に引き続く放置を第一にするでしょう。という世界観雑談で尺を稼ぎつつ、片手まで片方を片付けます。片方うるせえ。というかこれスマスロの渦は片方の箱感。主人たちは何も見ていない。さすが奮闘地球を抜いて戦場で死んだな。おめえ媒介名誉戦場。それならさっきやったおめえ戦場しろ。さすがデルタクです。さよなら。最悪じゃけどもは爆発したん。そして大物プレッシュも仕方がない。この程度待機で片付けよう。カタパさんは速やかにバスバッチしてねえだけど、さてはお前でスレーズ A 気持ちか。スレーズ A 気持ち。カタパとカツプレーズゲーム。今サイターでは自然弾を標準装備しろ。ダメラン壊れる。普通に考えてシャケと戦争してて、相手に装甲戦力も多いのに鉄鋼弾がほとんど渡されないのはどうなのか。利用対抗か。このレクマコウ、どっちだけクマコウが強いんだから、お前が前線に出ないだろ。ワンパンで鉄球引き裂いてそう。よし終わった終わった。お前スペック買ってなくね。早くてこれどうしよう。ダメライトだからしゃあないとはいえ。あ、そうだ、ここで使えば1個減らせるやん。ダイナミックニュース1個分の証拠隠滅よし。なんか遠いチェンソー来た。後書き。クソ懐かしいゲームを背景に近況報告です。これ何年前？14年前っすね。小学1年生がなんとか大学卒業しない期間ですね。それはさておき、とりあえず今回は新シーズンまでにスプラ動画在庫処分しようとした結果こうなりました。新シーズン環境どうなるんだろうな。ソイチカスタムとかいう最高に何したいかわからん武器面白そうですよね。イカケンは反抗最強スペだと思ってるからな。まあロビー内のダミーに対しての防弾性能は完璧なんすけどね。実戦じゃラグのせいか全然防御間に合ってないのがゴミ。というわけで来週はライブラリーオブルイナ、再来週がビッグランで、そのさらに次はフェスだと思います。次回を待て。いやー皆さん第4回ビッグランお疲れ様でした。後ろビッグランじゃねえんだけど。いやこれはビッグランに向けての狩猟です。サーモンランしろ。ビッグランって3ウェーブあるじゃん。このアーチェリーも3射あるじゃん。そしてこの距離を弓矢で狙撃する。Unbelievable!これを3連続成功させることで、満潮ガチャに肩ガチャ、編成ガチャに耐える鋼鉄の石を作ります。その時間で編集しろ。かれこれこの距離のオレンジの3連続狙撃に1時間は使ってますね。あらゆる面で2回から目薬。しかし今回の私は150超え納品を出すのに6時間近くぶっ続けてビッグラン回したので、それに比べるとまるでさじ電子拷問。あのね、2連続で50降参納品した後に大概光バイで台無しになったよね。しかし今回のビッグランまたボーダーが上がりましたね。156マイウェーブ平均52納品だな。ライト装液してるか。こちら側まで来たかもしくは去ったんだろ。こっちの供養もそろそろ終わらせたいところ。これで外れたら最高に飯がうまいな。その流れ収録中に5回はやったから黙ってくれ。よしっか。斬新の音ハメ。今回も知り合いの実況者様などとパーティーを組んでいます。一人目サバナット、早くジェイロ適用しろ。僕も早くジェイロを使え。チェックエイムとかいう言い訳に見れるな。角が立つ。誰も配慮して言わないんだろうから、俺だけは即刻に言おう。ジェイロを使わないと限界が来る。角が立つって。間違ってることを人間関係を理由に間違ってないと歪めてはならんのだよ。自発的錯誤って言うんだよな。悪かったから次の人も紹介してくれ。次箱入りスライム。最近結構順調に伸びてる方です。ここ1ヶ月で100人くらい伸びてたな。1000人に向けてコンスタントに動画上げてらっしゃいますし、何より今回はかなり助けられたので、こんな動画早く
高評価してチャンネル登録してめちゃくちゃ面白かったです。コメントしてツイッターで共有して見に行ってください。傍若無人すぎる。最後、どっかサバ納豆の大群を意見に召喚されたかなりの初期からのベンスカウントデーです。第2回ビッグランのキャリーしてくれた方だな。この方がってから数点で150を達成したので頭上がらないっすね。さてメンバー紹介はここまでで、マンハコか運び屋の中なら結局今回も満票がベストですね。にしてもシャケコプターって生きてて楽しいんですかね。メタクソ唐突な疑問。ひたすらにボカンとステージ往復するだけの単純作業ってやりがいあるんか。感染とコンテナ前の往復にやりがい感じるか。遠回しに生きてて楽しいかって煽りに来るのやめろ。マンハコの解説ですけど、ポジション自転しましょう。終わり。実際サバさんが最前線、ロッハさんがコンテナ周辺から左側、ハコさんがコンテナから右側で、お前がコンテナと最前線の間を相当しながら脳筋で分担できてるな。あとは互換接近時の対応だけですね。神タンクか。ご明察。神タンク基準は互換本体ではなく互換よりやや上を狙って操作することで、互換から枠ジャケコプターを撃墜しつつ互換にもダメージを与えられる。ちなみに弾が噴水のごとく鉱物性を変えて落ちていくので、私はこのテクを上原愛と呼んでいます。一旦カメラ止めろ。さて話すこともないマンタコを解説でごまかしたところで、いったなお前。いやお前がやってみろよマンタコの変身。いい遠慮しておきます。あとは散らばるジャケコプターだったものをコンテナに詰めるだけ。いくらだからごまかされてるけど、FGO の心臓狩りとそんな変わらんなこれ。でもこれ FGO の方が老屈し、よしマンタコで56のうちにあんな実況において役に立たない部分はカットだ。男子中学生が財布に忍ばせるゴムくらい役に立たねえ。運用以下でさ、運用は土に帰って命を循環させるが、お前のその敵に化合物は土ですら吸ってくれねえよな。これが本当のクソくらいってか。ローテンションどうした。こいつもそう。満潮で利敵玉拾いがいるとはいえ、一気に運送知り合いがローテンカラブをかました時に感傷を示すとくらい一気に運。ローテンカギャグをかましてるのはお前だ。失礼な。ローテンカギャグなんてかましませんよ。筋解放ならたまにあるけど、そっちの方が疲れるわボケ。まあ筋解放は最近は身の回りにやるやつ多すぎて最近しないですけど、筋解放って一人が偶発的にやるから面白いんですよ。明らかなんて狙いやら話題に困った際も恣意的な筋解放を、今らん奴らがこぞってやっても面白くないですね。お前は筋解放の何を知ってるんだよ。筋解放というより人間の感性の話だ。素人は黙っとれ。こうは股間類を見ないから気候であって、焼き直すならただの愚行と知れ知れ者ども。分かったから後ろの映像にくれてくれ。あと誰にキレてるんだ。面白くないのに面白ぶるやつ。道徳嫌悪かな。オットロッハ大先生のサガレの指示がこれサガランと。うわなんだこの都合よく半殺しにされたコウモリ。言葉選びが物々しい。あのシャケバイドッスンを取った花進めロッハ先生。うまい人に高機動のクママニョ持たせるとすごいな子や。とりあえず鉄球反射で脳筋ムー。赤いなで豚2枚も放置するのはいかん。落として持って引っ叩いた。あっねえ、恐ろしく早いし、わき、これじゃなきゃ死んでるね。汚れるな、どうぞ。ジェットついでにストックがいくらなる回路を回収やかみっと落ちます。しかし、蛇に関してはちょうどいいところで仕留めた。こうだー。よし、あとはモグラのいるからコンテナ前速やかみたいし、岩もエッチいるのかよ。こうだー。やったねー。ふむ、多分これで大物の脇は停止。雑魚処理しながらの納品に行こうか。そうですねー。話すことねえんだけど。マジでないなら性的談義でもしろ。倒薬の汚いおっさんは滅びろ。ご清聴ありがとうございました。何の主張だよ。 MTR はぶっちゃけ増えすぎただけでジャンルとして大きいから別に回避できる。でも汚いおっさんが倒薬になるだけで結構台無しになってるのが多いだろう。確認よ。こうはい、第3ウェーブグリル。確かしかちょっと前のバイトにいた熟練バイターはコンテナ前の段差さすがです。ロッハ先生腰の低さがはイコールゼロ。熟練バイターはこの段差一つでグリルを回避し続けますが、グリルの挙動は単純に見えて少々特殊なので、熟練以外がやると引き込む印象。今回先生が火力よりだからさっさと黙らせるに限るな。まあとこじゃけもやばいですけど、私の96ガロンとサコさんの演出が心配なしだ。サバ納豆が死んだ。この人でなし。うぃー、クママネなんだから全部吹き飛ばせんだろう。武器性能にかこつけてあるな。ああやって統一しないためにしっかりこじゃけくず。終わり次第グリル解体。まあちょっと残ってるとサバ納豆が死んだ。この人でなし。君いいクママネとはいえスライド先には気をつけようぜ。当然のごとくあおるな。やっぱ小鮭の胸ぶいねえ。こっち捨てなしですけど、これまだまくれます。いやまてこれ見ようとも生徒は差し合んけ。ここは一問を半殺しにしてれいの段差に行こう。多分この段差の前でシーツグリルは停止して方向転換してくれるはず。二段階右折ってやつですね。グリル原付き折。さあこいぶざまに二段階右折で引きをさらまて左のやっこっ。同行法違反だぞこら。仮に同行法あるとしてもグリルは四輪車だ。ジャッキング戦場で何を言ってるんだお前は。暗いけど否めない。そざつプリテンダーやめろ。結構事故りましたがまだ挽回できるはず。アレクサ今回のボーダー156個ありがとう。それでインカーカマン13。えっとここまで56と53だから、今ウェーブで47個納品すればギリオーケーだ。50下回るのはなかなかでかい。どれくらいでかいかというと、さてこのあらゆる部位くらい。 FGO 夏イベで何か引けましたか。クリバーバンチーだったね。6個しかもやってない時期にビオスクロイピックアップあったみたいで、防具レベル上げ損ねました。ピックくらいは防具レベル5の星を作りたいじゃないですか。知り合いよろしく。2桁万円毎年突っ込んで戻せ。おしゃれな課金で思い出しましたけど、イカちゃんくんはもっとダイレクトに集金して整備要員増やしてくれません。まあ人員だけ増やせばいいわけでもないとは思いますけども、ここはやっぱ入用シーズン突を用意してメイド服やら学生服やらロングコートやらをね。ソロコプな集金でった。よっしゃ47個納品じりたっぽよいさらに来るのか。見慣れてるのでカット。でさあ人員増やしてベンチで整備してくんない。よほど不満があると見た。まあなんというかメコテ型並みに突き伸されてるサイドオーダーはまあいいです。しかしそれくらいでしかイカ券に追加進入してないと思うんです。スプラってのは任天堂にしては珍しくシーズン制の集金ズゲームで、ビジと発展に結構
ような負担がかかるはずなんすよ。でも我々が出してる金って明らかに他サービスに比べて激安のオンラインの月額料金と還元されてるかわからないアミーゴとサイドオーダーだけなんですよ。でも現状プレイヤーは不満なわけで。でもぶっちゃけ今の状況で囚人に繰り出したらさらに反発来るんじゃね。正直今文句言ってる廃人たちは何やっても引退しないと思いますよ。ここまで培ってきた高度な技術的に一連作戦なので必死に延命を叫んでるわけですから。すごい。まあなんていうか一人でも反映具合的にこのコンテンツの持つポテンシャルはこんなもんじゃないとは思うんですが、まあそれはそうとしてここまで地味なウィニングランもないですよね。原始人の戦い見せられてる気分。これがゴールドならちぎっては投げちぎっては投げの無双してるのに、サモランにおいてダイナモローラーは縦振りの方が DPS の高い変なローラーです。まあ筋力が400なのは周知の事実でしょう。なのでいかに自分をスケート横綱のサンドイッチにして連続して突き刺ってこんなことコモンセンスがろくろすどぼけ、伝わりにくいボケをするな。とりあえず DPS は貧弱なので筋肉が攻撃します。ぶっちゃけ他の武器全員つなぐり安定の火力枠ばっかなのにな。こんな中に重量級でインク効率とで DPS 300いかないドイキングってマジか。鍛冶屋に出してサビ取ってもらわねえとな。風化した体験扱いやめろ。ぶっちゃけ風化体験は風化体験で使えるらしいですけども、私はいかんせんちょっとしかモンハン触ってないのでわかりません。あっかれた。はい、156個で上位5パーです。対戦ありがとうございました。というか私以外全員アオベーダーかよ。やいぼっち。いやこれは栄光あるコリス。イカリング見たら大物処理数2なのでよし。歯切れのいい横綱狩りといこうか。ここに来てようやくクママニャの出番か。クママニャは爆発しながら9連スライドが可能。ヒロアカにそんなのいた気がしますが、あまりにありふれた形容なのでパス。スライドは置いといてメインの火力はスライドなしで360、スライド後は450。スライド絡めないとスプラマニューバーと同じか。しかしスライドをボンボンかました際の瞬間火力は高いので、ここはステオーツマイやらラストスタートやらのタイミングで活かしましょう。パス狩りの様子ですが、裏の位置でダイレクトアタックですね。はあ、小学生でマップね。判断が早い。パス通過のインスタイチでも到達するか。すがすがしいほどの脳死スペコーシ。ラフがインラウンドだ。まずは初手インファイト。インファイトしかしねえだろ。インファイトからのインファイト、そしてインファイト。インファイトで殴ってインファイトで移動してインファイトで回復。横スマチンパンリトルマップかな。あってなんだこのお邪魔虫。ここはイカのゴミで素早く倒壊して、スライド一点で仕留める。回しに浮き輪はバケツ当たりが使うやろ。んだけチャートやめろ。ここで私の第6回が深めにつけと囁いたので深めに下がります。オリジャーまで発動すんな。と数秒後に私以外が全滅します。だからあそこでオリジャー発動する必要があったんですね。チャート構築がバガバナだけやんけ。そしてしっかりとここで味方を叩き起こし、スライドで華麗にチーム予定変更です。ここで浮き輪状態になって回復します。でも想定内みたいに作ろうな。まだ本当にすぐにまたピンチにならんだろう。というか最後ら先生が削りつって終わりだろ。こんなんでちょっと待てよ。負けそうですか。おいごめんなさい、まずごめんなさい。私を起こせたら。そろそろネタがメインだよな。初級丸。まず初見さん向け説明。S マッチでゴールド使ってアイアンマンクルイソン。クルー殺すは隣だけの実況です。視聴者の99割が帰ったぞ。初等教育の敗北。皆さんこんにちは。最近は BGM あり SE なしの新シム系 MMD に SE をつけるのが趣味。命を吹き込んでる感じがするんですよね。ゆっくりコバルトです。お前エンジンどうした。1万1000回転まできっちり回してます。インディーファンに目首かかれろ。さてゴールドに関しての話は最近してなかったと思うので改めて再確認。ゴールドマーカーは超軽量級の高機動のシューターです。がない代わりに。ゼンクリした最弱のシューターです。さすがに金の手よりかは。他のシューターたちが軒並み強化されたのに放置された時はこんな感じでしたが、ぶっちゃけ負けてもゴールドのせいにできるので気軽に使えていく。精神的に向上心のないものはバカだ。この武器の悪いところは何か。メインがクソ。めっちゃ強いだけのクソ野郎って知ってる。シューターへのヘイトがひどい。そうこの武器メインがなのはまだいいとして。そうだね。なんとスペシャルがハルトラウンコ違うんこ違うウルトラハンコなので全部違うんだけど。そして今回のギアがこちら。露骨なまでの思考放棄。必要最低限のスパターンは全部入れて、それ以外は加速。スペゲンはハンコ温存したところでですし、スペゲンは細かい塗り残しを潰しながら点線復帰するから不要。ガチマならいりますけど縄張りだといら。よってこれらを踏まえてゴールドのやるべきことは主に敵陣を捕獲で食い荒らすことです。まあ数ある仕事の中の一つなので、そればっかりじゃ弱いのはお忘れなく。今回は敵のスクイープが根性師じゃなさそうなので強引に敵陣に入ります。そして敵陣に行ったらなるべく高低差のある場所を移動し、横槍があったので相打ちにはなりましたが、このようにゴールドの前空中は前方の上下に強い判定があり、掛け際での復帰と失敬、高低差のある地形で無類の強さを発揮します。頭スマブラに侵食されてますよ。でも割と真面目に判定こんな感じですし、ぶっちゃけ若干ナーフされるのも仕方ないだろこれ。そして今はゴールドの仕事の一つの兵と付き合ってます。別に倒してもらうのか。別にあれを倒してしまっても構わんのだ。あぐればか。別使ってるフレンドがアコ強いから兵と利用はかどりますわ。そのはこの通り、ゴールドは打開時膠着時の弱さと引き換えに乱戦においては最強格の性能ですね。今日は自分で流れ作れねえだってことだぞ。強くねえよ。ようそく種明かしありがとう。おいそこの脱走兵銃数えるまでに撃てろ。0110タイムアウト。二進数やめろ。逃げる相手を追うことに関してはこの通り最強です。ぶっちゃけその程度の雑用基本的に誰でもできるけどな。お前言ってはならんことを。まあ攻めではクソ雑魚な目くじですが、機敏に機動防御ができるので裏抜けを必要に狙うモデラーやラクトを咎めやすし、縄張りの手向けですね。そしてこれはイナドリ入れてラクト落ちの果てまで追い回す。もはやラクトがかわいそう。敵がいまっすぐ上に撃てよ。悲しいけどこれ戦争なのよね。はい勝ちました。思ったより活躍してたな。ゆっくり実況はテンポ外の。その表記やめろ。酢飯は中央の回転台の
周知の都合上ある程度は自陣を塗ってからでも間に合ういい仕様ですね。こんな気の利いた仕様がさんからのステージにあるか。強者性には気が利いたステージ多いぞ。かけんうんこうんこ、この野郎勝利日恥ずかしくないのか。ブルー気のチンチン殺すわ。まあどうせ何も良くならないのでそれはさておいて、真正面から殴り合わせ。誰だ。うーんっ、死ねやっぱり。あ、避けられた。やめえ、恥近づいて決めた。ルネシは絶妙に射線が切りやすくてきて、 あ、どうも。俺のガラス前線で横槍が狙えるなら積極的に狙いましょう。それはさておき縄張り上、少しでも追って基準に跡を残すのが大事。何か近くにいますね。こうなったら慌てて騒がず落ち着いて、はい、おめしょうだ。おいでおいで。ちょっと下がりましたが敵陣荒らしと後方襲撃が両立できる。ぶっ殺してやる。ヨガアンダーガー、ヨガアンダーガー。同時を全うされた。バキバキに多発です。ラスト10秒ですがしっかり側面から殴りましょう。別に人数有利だから大丈夫だと思うがな。甘え、甘味料たっぷりなケミカルな光学や甘え。つまりセドが出そうなことは甘え。自分で解説するなしね。なんだこのおっさん、やりにくらやだわ。あ、小林製薬。プラのモチベ低下による尺不足を補うスマブラハージもあるよ。お相手はドヤとジェシカ喋らないおじさんですね。ドヤおじさんやドヤおじさんに対するスネークの対処ですが、 NB の手榴弾やウエスマの榴弾で徹底的に固めましょう。エクソ戦法カズヤの性能の方がよっぽどクソだろう。特にこれとか。え、何その移動方法。東方に若すぎて煽りなのかもわからないんすけど、とりあえず甘えたぶっぱは冷静に対処。よし、クソゲーの時間だ。ここはまずウエスマ置いて、暗い元判定詐欺客、昔は後ろ向きでも当たりました。X スネーク何やってんの。さてしつこいほどにウエスマをこすります。そして出来上がったものがこちらになります。昔は滑りながら撃てました。本当に X スネークバカなの。さて押し切っていきましょう。そろそろ MD とウエスマぶっぱを意識してると思うので今度は DA ぶっぱです。だけ外に出たらウエスマ連打じゃない妨害を展開。ウエスマを置いておきながら横強も振って2段構えです。上強しかした上での3段構えなのはないっしょ。さて再び崖に追い込みました。飛ぶぞ。しっかり相手に飛ぶぞ。崖際では負けん。マジでけてこのツアーだ。いいでしょう。さらなる別の崖際妨害を披露しましょう。中段は崖際中央付近でウエスマ間に死亡。回避上がりやジャンプ上がりにも対応する弾幕です。さて次はウエスマの発。あ、避けられた。小爪の横強まで避けてんじゃねえよ。危ねえ、掴まれたら死んでた。相手ちょくちょくうまいですけど、即死おじさんには適応できてなさそうですね。まあいいや、じゃあこなスマブラしないだけや。とはいえスマブラしない戦法連発してるとここぞという時に見切られるので、しばらくまともにスマブラして目を鳴らさせないようにしよう。にしても復帰阻止全然来ないの楽で助かる。サイバータットル、ここは素早く中央で横スマ待機。なんでこのおじさん RPG 人間スネークだからに決まってるだろ。さてここからはスマブラしません。 NB、このようにグレをそこかしこに落としておけばコンボを妨害できます。そして手榴弾は多様な投げ分けができるので、削り牽制近接防御など的確に使い分けましょう。こうやって所持状態でガードして爆風だけよこすのも絡めてとしてはありです。さてちょっと NB は置いといて肉弾戦しますかね。生きてる。下強的に相打ち取れましたね。なんでこの適当 DA 通るんや。どうなどうな。これゴールドどうすんの。安らかに眠れ。というわけでやっていきましょう。ライジングストーム実況。おまけこらゴールドマーカーから逃げるな。ライジングカーナゴミ武器。今回使っていくのは99式小銃。胴体頭部でワンパン取れる紙のような武器で、それで軍側のライフルもそうなんだけど、この銃剣突撃によって近接もバッチリ。おいおいお前、いつの間に PC の FPS できるようになったんか。あれボット戦ね。問題なし。だってこのゲームまともに動いてるサバほぼないですよ。このゲームっていつ発売されたよ。2013年ウォッチドッグスよりも去年古いの終わりや。さて味方が来てくれたら拠点取れそうかな。いや負けさっきのことけさん。すっげえくつろいでる。殺人類がすでに転んでる以外兵はなぜ買いに帰りましょう。今更ながらさらっと普通に怖いと思うんすよ。その設定今首が喋る方が怖いだろう。さらっとに実況真っ向否定。おお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 おナチュラルに後ろでバンザイエディションすんのやめてくんね。それよりも脱走マリオなんて。マリオアンダーを脱走よ代わりするな。あれしかもオンライン実装されてるんすよ。まあ実際ないから PC ってできないんすけど、あんな全年齢対象ゲームで憎しみを生むな。そして無論ここを持つ土がここになるよりゴールドがここになった方が強いに決まってる。圧倒的説得力。より動作でかいだけでグレランなんだから弱いはずがない。自粛的弾頭。こんな高弾目立って弾頭用よ。今気づいたけど絶対性やばくね。ゴールド2枚とかゼロとか相当決まってんな。ノーミス大丈夫。
それずっとそう言ってきただろ。バンザイエディションは疲れたのでやめます。ところでコバルトさん、はいな、カウント差ご覧ください。あノックアウトしたら無意味なカウント差ね。むしろこっちがノックアウトされそうな件。しかしこれオープンなのでね、ミルクレッセンの力量というものを分からせてやればよろしい。お前スプラニコもやってなかっただろ。しかしこの3連敗こそ勝者の証明じゃろって。いやこの調子で神プレイ連発しちゃいますかね。すいません映像が乱れたので。乱れてんのさお前の頭だよ。いやしいて言うなら相手のプレイングも最高に乱れてまして、ご覧のように狂った勢いで布ジャン連発してるんすよね。マーカー消える気配なってきた。しかも多分相手の一人は受け身持ちなので油断してるとかされたり、あと敵のほとんどが最後に追いとくとまずいのしかいないからほっとけない。とりあえずここを受けて、妖怪ここを受けて、ここ特技と秘密を置いててお前ら、あとかね。野党そのものでさ、作らないでも貧血だし、現実でも不老者と少しずつ切実に。未来ある若者もしくはもう少しやがけば生まれ変われる若者を啓蒙するのはあの安自習でも受けようが。高揚すぎる。この画面の横に追加する浅ましい人たちの映像は異常に。お前絶対教職免許取るなよ。こっちから願い下げてボケ。クソ浅ましくも適当に偉人して教授になりてえよな。こうやって引率クソニートは生まれる。もしくはアジア圏の言語が唐突に統一されて全ての数字稼ぎが失踪化するとか。35億人以上とかぶっ壊れ市場すぎる。35倍ですよ35倍。インフレと増の数どのくらいの倍率ですよ。例え方が微妙。お前最近編集してないから明らかになまってるだろ。つまず対応はないね。一度暗黒期を挟むからこそその後の黎明がより輝くんですよ。暗黒期入ってるのは認めんのな。雑談しつつ浸透襲撃。なんか相手が沼ちゃんこすり続けてるせいで勝てましたね。まあオープンだからエンジョイしてなんぼだし。吉田一シュートと吠えたやり。戦闘場なんかすごい相手編成終わってるんですけど。全然存在しなくてくさ。オープン出して適当にやりましょうか。まずは初動左ルート選択。この辺りは塗って迅速に進みますが、ここからは後を残さずにステルスします。ギア確認してなくていかにボールドと思われてたら儲けです。相手が前線を上げようとガードを下げたタイミングで横から殴ります。前線をされてますけど。よしこれで連中の背中は手油豚骨なりに馬湯になります。お前油食わんだろ。あいつらこれ見たら食えねえ連中ばっかだからな。ははは引き首にしょすぞ。ところでサバあたりちょっと一緒に後ろ荒らすの手伝ってほしいんすけど。これだから他人に対するとダメなんだ。応援全員皆殺しださっさと国に帰れ下道ども。くたばれブラー。相手と同点壊滅させたが33カウントを犠牲にな。あれからなんやかんやしまして、多分ここで一体メリアとられました。バレました。ここは落ち着いて挨拶代わりのバックスタブ。抵抗完成と自分とバックスタブは挨拶代わりにある。連携特化人間が数バック語るな。なんとなくあの壊滅で機能は把握したので陽動でする。いないと思わせた頃に戻ってぶん殴して。よしハンコ10人治療メイク死んでますよ。じゃあこの振り上げた拳をどこに。凝結発見。前線を失った狙撃手とかハンコのおやつです。しっかりフェンスで囲って後ろから追い出しましょう。エーペックスって今どうなってんの。ドロンかなり人口取られてそう。受け身ガラグの成果進化かわいそすぎる。ゴールドの朝は重役実勤裏取りから始まる。多少カウント取られても壊滅させらのおかんどころか送りくりやろ。討論がすぎるだろ。はい壊滅しました俺の勝ち。流れで前で手荒らしていきましょうかね。はっきりしてごめん。腕ごとくがウトラドンキーだからん。はいドラクナ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 クよ。少し殺敵を挟んで裏取り返し、職ワイザーは無視。どうせ倒される。それよりもこの道の方が上手いと言うて、そしたら後はスイープ。嫌だった方へ殲滅できるから残りのハイドラ叩く。一発当てたほどこがクリアだって。勝者帝絶対カルマンコッパ。両者対戦ありがとうございました。すっげえ頭悪いスコアだな。のこれってさ、おのでかさに分からされるエロ同人の構図じゃね。今視聴者の男女比一例になったぞ。手に働けば角が立つ。上に倒せば流される。肘を倒せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。だがこの環境はもっと住みにくい。とてなしの世だからそらそうだろ。〇〇の使い方シリーズまだですかって帰れ。感触持ちかお前は。同じことを繰り返すくらいならうんうんで。同じことを繰り返す瞬間中で気持ちながら言うなって帰れ。上級用品厳重休養して。スプラミンの皆様明けましておめでとうございます。1月終わりなんだけど。正月にメタクエストさん、まあ8万する VR ゴーグルを買いまして、先週ときますレポートの進捗が終わっています。ゴールドから逃げるな。こんな感じの PC でスプルクしてたので逃げたわけじゃないです。スプラから逃げてんじゃねえか。ちなみに他の PC はインクリングとケルビンでした。動画化予定でまたクソみたいなシリーズが増えた。でもちょっとそのセッションあたおかすぎまして、なんかガチで動画化に際しての擬人化が入手によって進んでるんですよね。またかすぎるだろお前。何やらかした。途中から RTA した。だからあそこで3を選択して死刑宣告を受ける必要があったんですね。ちょっと何言ってるかわからない。おっとここは鮮やかに自陣。塗りぶったるもの自陣聖地は職務です。絶対できてよかったな。まあね、逆倍だからね。自陣聖地できてなくて負けはね。自陣聖地カット。敵高校へ浸透。X からの砲撃あり。そのまま敵前線に向かうよう見せて反転。さらに敵高に登ると見せかけ反転してハンコ抜刀。どのように前鉢のように刺す。でもまずこっちのモメルギアことかパターン相手だと負けます。どいつもこいつもこの私を見るのか。死んで平伏しろ。私こそはラスト30秒まで自陣聖地に徹してました。まあ構成的に敵役ではあるけども、しかし縄張りはラスト30秒で、ここでの攻撃に成功すればまず勝つというもの。普通に死にそうな剣。ここでイカのボリからのハンコ抜刀。相手はあっけしグランチナイス。ホームダウチ。どいつもこの私を苛立たせる。死んで
スネイルの断末まで高すぎない。分野12出席できる。ここは正面から押しとる。人数優位かつ生き残りは1分前。あ、ファイナルシャークボンバーが勝ったな。というわけで100倍でボックス派に貢献。キル数は同率2位だったのでまあよし。第2戦、さや温泉。簡潔に所感を同情。初動じゃんけんが楽しいです。これ以上は目視します。タラコなめろうよかましだろ。その2つと比較数はマシだけどビルさんからなお前。縦王の方がよっぽど楽しい。切れすぎだろお前。初動じゃんけん普通に負けたんですが、射程的にこのチームダイナモが止められんのですよね。なので闇落ちしプレイ。やってることいつもと変わらんな。射程がないと人権ないって武器も人間も変わりませんね。射程は慎重だった。だからゴールド君には人権がないんですね、ははは。ゴールドと同じくらいの射程だけどだいぶ人権あるスパッタリ。進化した社会。というかけしブラミキが反骨してる。珍しくない。弱張りだと S ブラックーンですって。あとサメライドばっか使ってたらイライラで敵に振るうでしょ。さしなさい。否定できないのが嫌なところ。というか我々自己紹介してなくない。今更すぎんか。どうも投稿者ことコバルトです。小さくなって可愛くない。およびティーバックって可哀想。ゴールドの擬人化です。よろしく。ティーカはやめろ。自力ツッコミ人形大体可能。あれともどきにっくりマリサだぜ。オラウチのリップ以外だか言うなら今のうちだぞ。ちなみに普通私のポジションは赤いのですが、隠れ霊夢をリップ霊夢にするのは私の中で禁忌なのでほぼ出てきません。ああいう高圧的な擬人を何十にするにはったらすごい骨化させるとか、世間の人間の技術感性を疑う。同人でことごとく受けやらせるのやめろ。お前も性癖とか知らんねん。白霊霊夢楽でこにゃくやせ。汚いおっさんを最悪にするな。汚いワンニーの潤滑にであってこのせねえ。自動だって。あとはマーガーターベルトをもっと流行らせろ。すいません下ネタ垂れ流しながら敵壊滅させるのやめません。あのダイナも調子乗ってんな。お前や。はいはいはい今首もらいますよ。射程分は楽しい。いや絶対楽しいわな消えてくれ。よしお前たまにエキス持つやろ。エキスといえば雨降らしがめちゃくちゃ面白そうなアップで受けましたね。自チームの雨降らしの効果範囲内なら常時回復速度アップだっけ。しかも素早く回復するだったよな。ニボンキーコイブ戦法がより強くなるんすよね。オートリジェネを頼りにゴリオット。いや雨降らしを返して側面攻撃するけど。それ気分の雨でええやんけ。そもそも X が詰める必要ないってことに気づけ。多分ですけど、真面目な話するなら農地にとってはかなりの追い風ですね。正直3個の天敵が増える結果なのでっぽいですわ。ローラー種もダイナもバリアブルに爆出しな。ボルネオのステポイントは知らん。お前1回もボルネオ担いでないもんな。あのボルネオは使う気が一切起きないのでそこら辺よろしく。ゴールドセブンの実装を待つのみか。さて雑談から落したところで、このヘッドなんかドンキーコング伝染してない。そいつ本来詰める必要ないからな。というかそろそろ面白い収録在庫ないんすけど。無理やり会話でごまかせよ実況者。ワクチン2回接種でワクワクチンチンってネタあるじゃないですか。じゃあ3回接種したチンはワクワクチンチンワクチンチンじゃないですか。くだらないことを考えさせられているお前の頭脳が不倫だ。誰か某雑の五感でこれ音読記載してください。さて気分転換にスマブラでもするか。お前本当に接想ないな。まあ剣術ミーは弱 VIP なのでゆるくやりましょう。お前さらっと大御所の技構成パクってんじゃねえよ。よっしゃがけ外に出した。まずは前空中振るような動きでラピッドスラッシュ。反転するがかわされる。あさっきお前やりやがったな。生きてるって素晴らしい。マジで論外構成なのか。スネークしか使えないからこれくらいで。そんなかわし方ある。露骨なぶっぱの応酬でさ。いやこれ当たるのか。そしてこのレート隊のリガードンが崖外に出たらやることは一つだよな。露骨に早口になるのさ。ロケットした隙マジで空した相手よ。あこれ絶対 DA 振ってくるわ。カウンターだけ強いよなやっぱ。暴れて使えるのがマジで偉い。ノーベル賞。まずここはしらじらしく変速を打ち。バカめ変速なんぞ信じとらん。カウンターじゃおら。当たってもダメージの入らない変速くんさ。おらつの牛ぶっか。ここカウンターしてたらそううまかったな。また交換。相手背面に横すま。回避先にヒット。ここでラピッドスッとが。ラピッドスラッシュは当たれば飛ぶ。こんな言われの時点でまず当たらない。そして変速がまた外れる。運動しよう。飛び込んでカウンターして両隅点じゃねえよ。まあいいやつ神なら。いや多分良くない。だって外出ても論外構成は復帰力強いから。お前これ終わったら勢力剤に書こうな。ポンじゃなくて亀な剣。マジでクソすぎるふざけんな。愉快なパーティーゲーム。愉快なパーティーゲーム。愉快なパーティーゲーム。桜井さん下ろすのやめろ。そして再び変速が当たらない。背低いやつには当たらんぞそれ。反転落すらは裏目だしどうすっかな。とりあえず下強連打するのやめろ。当たったら大体勝ち出して適当に単発で会話雑魚するか。すいません死にそうです。あそこから 100% 超えたのくさ。でもここからカウンター決めたらかっけえな。ここの追撃追い外すなよ。いやマジでわからんどうしよう。とりあえず待つけど。これがスネークしか使ってない雑魚の弱さよ。スネークを使う最大の弊害は空中戦がほぼ上達したスマブッパジョーラー。よし満足した。ウォッチドッグスとかを始めてないことに感謝する。分野で今から対戦相手完全制御するパーフェクトハイドとかしても不安的に無理だろ。さてようやく半個が溜まった。クワッド診断だがカーリング当てたので必要なぎて。こいつ縮小すぎるだろ。電池が来るまでここで待ち続けます。時には電池も大きなもので設定のくせに赴くとかのためにまだかぶさるな。あ電車潰すの気持ちよすぎ。おい電池とコンボに出てねえよ。アイスラッパーの効果音入らない時点で刺したわ。ここで潜伏。勝ちました。絶対後ろから撃った時点で相手諦めただろ。ほんまこの人潜伏できて楽で、なんでこっちからカーリングの音聞こえんねん。下につけたゴリラみたいな振り向き方で笑う。ここで速やかに大回りします。無理と巡回を兼ねた動きです。なんかラピトの銃声しなかった。味方のなので無視。交戦中でしょうけど位置的に手出せませんので、それよりもこの極上の背中をかっさばいていく。うまいうましい。どういうサメだな。敵残り一人。ここだやったねー。
あとは返り討ちながら適当に三兵を裁く。やはりコンプトラックの特産品の背中はうまいなぁ。そしたら返す刀で敵陣侵入ですかね。一応敵陣入って3秒程度残るか、しっかりと飛び移って。おや、自分ですね。お命長だ。エメかわすんじゃねえ。お選択肢おかしいだろ。初手変則じゃおら。当然のようにスマブラするな。はい、了解。変則カウンター知ってるね。ここはカウンター振りつつ、コマンドの引きにまた変則。当たったらラキスラをためる。あやって反転できてね。会心の一撃出されたら死ぬのに悠長だな。しつこいほどに変その呪文現実で欲しいわ。疲れてんの？ここはさすがにちょっと待とうと思ったらば生きると。ここに溜めるとか重なったら笑えるな。慎重に、焦らず、距離を詰め、ここで変則と。すいません、よく聞こえませんでしたが。うるせえカウンターじゃおら、ちょっと。カウンターして 12% というしょぼさ。いや見えたぞお前のコマンドに。俺の勝ち口だな。あ、続き 66% って何？そもそも火炎切りが 22% の効果力。バイキルトで 1.6 倍。カウンターの倍率が 1.5 倍。バイキルト中は火ダメ倍率アップ。そんなこんなで即死トラップですね。猫かよ。おらっよこその総裁の仕方おかしくない。今日は薬事だな。お前なら毎日薬事だろ。会心とか当ててこないか。発表済みられた。チンパンジーかお前は。頭でカウンターとくるんだよな。勝負あったね。カウンターのおかげなのに。というかスプラとかなさらないんですか？来ました。スプラから逃げるな。いやだって一向にゴールド手入れされないし、むしろローラー種がじわじわ強化されて相対的にきついし、サイドオーダーにどうせ時間吸われるから今は別ゲーでいいかなって。あったスプラの詐欺判定だ。絶対当たってなってさ。仕方ないのでハンコの効果的な使い方を挟みます。フォースプラ実況でスプラがおまけ扱い。敵陣で別行動を取ったボルネオが信頼上十中八次はこっちに追ってが来ます。現に来たな。僕ゴールドマーカー敵さんの陣地汚すの楽しい。依頼したらどうでもダメだ。そんな危ねえもん抜けたらダメだって義務教育あったよな。おめえも地獄に行くんだよ。こういう時はあまり欲張らないようにしましょう。おーい悪いがコンボ制度低いなら割り込めるし、シームレスにスマブラするのびっくりするからやめろ。うっぱなんだこの脳死ホールド。明らかにフリーズしたよなお前今。カウンターしに行こうと思ったけどずらされたら嫌だなって。というかフルチャージラキスラタイマン個性も入れて 30% 以上か。正直反転できるのも相まってビギナーおろし性能高いっすね。まあそれ以外には当たらないんすけどね。それ変則が一番そうだろ。というかまともに当たる B がした B しかない。終わりだよこの構成。でも逆 VIP ならそれでいい。見てくださいこの大ぶりの応酬。ものすごく脳細胞に優しいですよ。ブレインフレンドリー。よっしゃとりあえず変則。あっこいつマジン剣もらった。ご視聴ありがとうございました。これスマブラ実況だろもう。